ハロー YouTube、スポーツ分割チャンネルの舘潤です。よろしくお願いします。今日はちょマスクいいっすよね、こう正面だったらダメ。今日も笹塚の駅というところの空き地さんの京王不動産さんの協力を得て、中継したいと思います。今日はちょっと知人で古くが友人でマスコミ関係のちょっとね細かく言うからです、ジャンルは報道ですよ。そうですね、報道の、カメラマンをやっています村田ちの村田さんをお呼びして、ちょっとオリンピックの話とかいろいろもう撮りますしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。村田ちです。結構久々ですよね。そうね、年に1回ぐらいだね。そうですね、年に1回、まあそうですね、連絡は意外と僕がまめに好きなんで、好きって言ってもまあね、いろんなラブじゃないですか。まあでも一緒に一夜を共にしたこともありますね。何回もこっちの方に。そうですね、ちょっとお酒もね、ちょうどいつもお酒を飲んでやるんですけど、まあ今日も持ってきてもいいですけど、ね、一応ねこのご時世なんでお酒なしでやりたいと思います。どうですか最近のなんかスポーツとか、最近これ部活チャンネルなんですけど、うん、まあ基本的に中学校や高校生や大学生の、まあ、運動部の子たちに見てもらうようなSNS だったり YouTube チャンネルなんですけど、まあスポーツ結構やられてますよね、はい、なんか敬語になっちゃうけど敬語って人に使わないんで、ね、で村田さん箱根駅伝とかね、まあマラソンとかね箱根駅伝って言うとバレちゃうから、まあ、マラソンとかも撮ってらっしゃって毎年で、僕もいろいろこう彼の話とかね、スポーツにもすごい詳しい方なんで、最近なんかスポーツとなんか関わりましたか。まあそうね、まあ部活の話にちょっと話が戻ると、僕はもう小学校から高校までずっと野球をやっていて、社会人になって、まあ、競技者としては、まあ、一旦区切りはついたんだけど、うん、まあ、その後の、仲間内で野球チームとか作ってね、うん、結構本格的に成績とかもつけたり。今って野球やってる？チーム、さすがにやってない。さすがにちょっとね、コロナのおかげで、ちょっと集まれないという状況で、この1年間はちょっと、休業中。なるほど。もうちょい前から、ちょっと声が、そうか、休業ですよね。なんかあれですか、なんか今オリンピックとかいろいろ問題いっぱいあるじゃないですか。まああまりにも時期ネタがいっぱいあって、最近事件とかね、まあそのオリンピック委員会とか、なんか取り行ったりしちゃう。まあ取材に行けという立場ではあったけど、今はちょっと偉くなったから、あ、そうか、偉くなったんで、偉くはない。昔はね、現場にね、命をかけて、体当たりしてるね、本当に、この人死ぬんじゃないかと思って、ね、いろんな現場に行って、森さんの時は行った？森さんの時は、まあ、行ってこいということは、命令しました。あ、命令書の方に。まあ、ちょっとね、中身について、ね、詳しくはちょっと、言えないところもあるんだけど、うん、まあ、森さんの問題ってどちらかというとやっぱりその人の内面上の話なので、まあ、そうだよ、じゃあ森さんがじゃあね、そこまでものすごい、ひどいやり方をしたかといったら、ね、あそこに招致、ね、させてるわけなので、そうですね、5年前とかのね、滝川クリステルさんがね、一緒に、大騒ぎした頃はやはりね、なんかよくやってくれたなっていう印象はありましたけどね。懐かしいよね、まあ、ね、それはね、おもてなし懐かしいよね。そう、おもてなし、そう、それを、ワンミスで、ね、一発レッドカード退場っていうのは、それをね、白黒つけようということだったらね、まあ、確かに黒だったのかもしれないけど、うん、それまでの積み重ねを考えると、ちょっとまでやってきたのにっていう、そうなんですよね、うん、まあそのね、女性蔑視発言とか、うん、
問題がありの、うん、それ以上にね、うん、まああと俺はなんかちょっと森さんのラグビー面白かった、よく盛り上がったじゃん、うん、その前の年の ね、ワールドカップなんかもね、ものすごい盛り上がったし、僕もラグビー行った、行った行った、マジ、うん、開幕戦、え、マジでそれで仕事で、うん、違う違う、プライベートプライベート当たったもん、チケットは、うん、ただね、日本の試合じゃなくて、フランス戦だったの。めっちゃいいじゃん。うん、そうめっちゃ。すげえ高かった。5万ぐらいした。うわ、うん。マジか。え、どこでやったの？アジスタ。あ、近いよね。あ、家とかバレちゃう。あ、アジスタでやったの？そうそう。あ、そっかそっか。行ったの？ずりぃ。ずりぃなぁ。さすがにね、5万円のチケットはごちそうで、ね。え、それ誰で行ったの？あ、それはね、奥さん。まあ違うんかい、違うんだよ、違うんだよ、違うんかい、そうなんですね、うん、でもまあ一応カメラ喋った方が飛沫もいかないんで、うん、あ、そうですね、そうだね、そうなんですね、で、まあ今日はちょっとまあ 長くなっちゃうね、この二人喋ると一晩先だったら超えちゃうんでね、ちょっと書いてきたんでちょっと見れづらいんですけど、ホワイトボードで水星部でちょっと消えちゃったんですけど、こんな感じでいろいろ調べたっていうか書いてきたんですけど、まあこれちょっと下げますね。まあ今回開催するっていう前提で、いい、まあするかしらかまだ分かんないんですけど、分かります、まあ分かんないですよね、まだやることは。ああ、それはもう分かんないよね、分かんない、多分やね、このメディアの人も分からないので、で今日まあ新しい情報で、なんか外国から来る、まあ、成田空港に来るんだろうけど、18万人から9万人に半分減らしたと、うん、らしいよね、この政府が、うん、今日、昨日発表だったのかな、で、まあ、18万人から9万人えらい減ったなっていう、その辺の計算がよく分かんないんだけど、あと、まあこれ書いたんですけど、339種目、これ俺も知らなかったんだけど、夏季オリンピック多くない、これ339種目、どうなんだろう、普段普段どれぐらいなの、てかさ、全部言えなくないですか、冬季もは分かるじゃん、なんかマニアックなやつ、カーリングとかメジャーだったけど、俺これね、前の YouTube のやつで減らせよっていう、俺コロナになったからもあるし、ちょっと増やしすぎたから、コンパクトにするためにも今後また、あと会場とか金かかるじゃん、やっぱ種目が多いと、339は多すぎんじゃねっていう、ちょっと競技人口が少ないやつとか、参加国が参加する国が少ない競技は極端だね、まあ、ちょっと減らした方がいいかなと思うんですよ。あと206カ国の国が出場と、まあこれも発展途上とかね、紛争とかある国も出るのは平和のためにいいんですけど、で選手が選手だけで1万5000人来るらしいの、うん、選手だけで、うん、成田空港でも339種目あって1万5000人っていうと、まあそうだよね、その競技で何人いるんだろう、分かんない、割るとって感じですよ ね、うん、でプラススタッフなの、うん、これ選手で、うん、補欠とか、うん、マッサージとか栄養士とか、うん、まあ、この辺の人数が、でこの合計が9万人らしいの、うん、選手プラス、うん、なんかよくわかんない計算なんだけど、1万5千プラススタッフが9万人っていう、うん、お付きの人がすごい多い、そうだ、謎でね、これでやっぱりみんな反対してるっていうかね、これね、まあ、見る人で やるかバカ野郎っていう人もいるかもしれないけど、まあこの辺はどう思うっていうか、種目に関してはどう思います、僕の意見だけど、まあ、でも種目に関してはね、まあ、僕はまあメジャーなスポーツをやってきたつもりなので、うん、あまり、ね、それがなくなるってことはあまりないと思うんだけど、例えばものすごいマニアックな、ね、スポーツでもやっぱり、ね、世界1位を目指して、ね、頑張ってきたっていう人たちなわけだから、うん、それを、ね、簡単に、なくすっていうのはちょっとかわいそうかな、うん、で前もってそれが、ね、もうありませんよってんだったら仕方ないけど、うん、病気のあるからじゃあ期待してくださいっていうのはね、ちょっと酷かなとは、まあ酷なんだけどね、ただ、まあ、まあワールドカップもあるしみたいな、いう意見もあるんだけど、うん、ワールドカップとオリンピックのこう、うん、サッカーだとさ、なんかオリンピックあんまりじゃん、
ワールドカップの方が価値あるじゃない、うん、でもじゃあオリンピックからじゃあサッカーなくしますかって言ったらちょっとね、まあ、現実的じゃない、結局ね、それをどれをなくすかっていう話だから、うん、そう考えると、うん、簡単に言えない部分かなとは、まあ、そうだね、かわいそうじゃないですか、うん、まあこれはまあ医者とか五輪後の感染拡大をみんな心配してるけど、うん、まあ、こればっかりわかんないもんね、うん、まあね、日本に来る選手は、まあ、スタッフも含めてみんな、ね、ワクチンを打って、日々の健康管理を、ね、ちゃんとしましょうというルールのもとでやっていくと、言ってるわけなので、ね、そこら辺をプラプラ、ね、歩いてる人に比べれば多少はクリーンなんじゃないかなと僕は思う、まあ、そうか、うん、そうだよね、うん、なるほど、うん、あとね、あとこれこの最近なんですけど、医療関係者今ボランティアなんかどっか向けて7割拒否してる、うん、協力してほしいって、うん、これもまあ開催反対派が、うん、医療サービスのにどうやってやんだよみたいな、うん、まあこれはいいか、これはしょうがないもんね、やりたくねっていう医療従事者も、まあやりたくないよね、うん、ボランティアって言ってしまうとね、それはまあ強制はできないので、うん、ただやっぱそういう、ね、専門の人がいないと成り立たないところが大きいと思うので、それはもうね、その大会組織委員会がどう、ね、ハンドリングしていくのかっていうところだ、医者の人がね、うんうん、あとこれもまああるんですけど、 PCR この間もなんかオーストラリアテニスの時は2日に1回 PCR 検査してたんだって、うん、今回オリンピックこの1万5000人プラス9万人を2日に1回 PCR やるスタッフがいないっていう、うん、まあ、まあこれもまあね、うん、逆に2日に1回やって、ね、今日は陰性です、ね、明後日は陽性でしたっていうことになるのかな、まあだから、うん、そうなんだよね、 PCR も変異してるからね、うん、まあ、性善説で言うと、ね、クリーンな人が入ってきてそこでやってるんだから、まあね、ある程度は、ね、担保されてるんじゃないのっていう気はしてしまうんだけど、うん、まあ、そうですよね、うん、あとこれ、あ、これ、これ村田知事嫌だったけど、うん、俺の、ね、提案なんだけど、うん、10月10日に移動して、うん、秋に、うん、北海道でやるじゃん、暑いからっつって、うん、まあ、東京に向かい戻して、北海道にまた人が増えちゃって、うん、拡散するからもう暑いからっつって北海道に移転したらいいじゃないですか、うん、もう一回ちょっともうちょい収まるまで、うん、もう一回東京に戻して東京マラソンにしてやるっていうのはどうかなと、あとそのなんか問題として熱中症になるじゃん夏、うん、どうコロナの熱どうやって見分けるのっていうその問題結構昨日なんかニュースがあって、うん、確かにそうだなと、ね、東京の暑さって熱中症になる人絶対出るから、ね、37度とか言っておいおい普通に暑いと7度ぐらいになるぞみたいなところで、なんかこれ医者の人が言ったんだけど、うん、コロナか熱中症か分かんねえよっつって、ね、血液とか調べないと、うん、そんでまたその熱中症対策用とコロナ対策用で、まあ、改正できない方の意見でね、熱中症対策のスタッフとコロナ用対策のスタッフ兼任は難しいらしくて、うん、そんなにで医者も協力しないのに、うん、そもそももう医療体制ができないって、ね、まあこれも言っちゃうとさ、うん、コロナがとにかく何もわからないっていうところだから、東京にも来てくるっていうのは どう思うの、無理、カメラマンやってるじゃん、だって駅伝とか、まあ、場所的な問題というで言うと、やはり一箇所で密集してしまうというところのリスク、ああ東京だとね、うん、っていうのはあるかなとは思う。たださっきのね、熱中症の問題で言うと、はっきり言ってもそれは東京でやること自体がナンセスになってきてしまう。あ、他の種目もね、まあ、そうそうそうか、そうね、それはね、42.195キロ走ってるから大変だっていうだけであって、うん、まあ、サッカーとかラグビーの方がきついよね、うん、そうそう、うん、それでも謎の北海道
だったよね、あの、うん、IOC の北海道に行けみたいなマラソンだけ、あれちょっと謎だよね。そうだからこれはもう僕の持論なんだけど、うん、本当もうこの話っていうのは、うん、木を見ても緑見ずという話があって、うん、そんな個別な、ね、あの話をしてるんだったらもっと抜本的なことを考えればよかったはずなんだ。そうだよね、うん、例えばもう今回は東京オリンピックとして始まったけど、うん、例えばそれをもう少し全国にねシェアをしていくっていうね、会場をね、会場バラバラバラ、うん、バラバラバラにね、うん、ということをもっと早く決めていれば、うん、あのこういった問題ももう少しスムーズに解決できたんだよね。本当あのでさ、なんか俺の部活サイトでも、うん、北海道大学はねコースに入ってるのよ、うん、マラソンの、うん、で北海道大学の学生はゴールだっけ、うん、で今回前回あのこの間、うん、テスト、うん、20キロ半のやつ、うんあんで北海道大学 の, あの体育会の部活、うん、練習もできないし、うん、なんか敷地内だから北海道大学の学生でコロナが出たらやばいってことで、うん、北海道大学の運動部の子たち、うん、まあその強くないよ、うん、北大だから、うん、あの県外に遠征しちゃダメらしくて、うん、移されるから、うん、それでみんな学生怒ってて、うん、大会出れねえじゃないかっつって道内だけの大会しか出れないっつって、大学で道内だけって言ったら限られるじゃん。関東とか来るらしいのよ、うん、医学だから北海道大学医学部だったら医学部の大会が東京であったり、うん、それがなんか北海道の北大は禁止になって、うん、学生がもう怒りまくってて、うん、あと水泳部とかも、うん、水泳なんて失礼だからどこでやっても一緒じゃねえかっつって、うん、要は渡航が禁止みたいな、北海道から北大生は、うん、で謎のっつってなんで北大の大学生だけなんだよって、だったら札幌市民もみんなそうじゃないかって、うん、そうだね。そう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 。ただコースになるから、うん、IOC がなんか、そう。だから極端な話、うん、そこにね、ウイルスがもし滞留してるのであれば、うん、例えば東京で渋谷なんつったらもうひどい場所になってしまう。まあ、そうだよね。それ考えるとやっぱりさっきの話じゃないけど、ここはダメであそこがいいとかというそのなんつうかな話の結論的な部分がみんな変わってきてしまっている、うんうん、そういうところをもう少し説明してくれるまあ、ロジック的なことも必要だし、うん、説明してくれる人が必要なんじゃないかな、うんうんうん、そうだよね、なんか曖昧だし、うん、みんな結論がやっぱ違うんだ、ね、まあでもそのマラソンに関してはその東京都オリンピック協会 IOC、うん、JOC が決めたわけで IOC が決めたらしくて、うん、まあなんかやっぱり IOC の言うことは東京都も JOC も山下先生の、うん、もう従うしかないみたいな実情みたいなんだけど、うん、実際、まあ、まあそうだろうと思うんだけど、うん、そのあれマラソンとかそういうの取ってきた経験から、うん、あそうそうこの間 の, その駅伝とか、うん、箱根、ねうんあったよね、コロナ、うん、あれ実際こう毎年見てる人からして どうでしょう。ね、今年はやっぱりね人混み沿道の人というのは、まあ実感として、まあ、僕は多かった、いや5分の1ぐらいだ、少なかった、全然少ない、全然少なかった。じゃあね、ちょっと捉えてて人混み多いって言ったのはあそこだけ捉えてるだけであって、うん、少ないとかも全然いない、人混みが多いと言っても少なかった、まあ、なんで映んないって言って、まあ、映る可能性は何でもあるけど、うん、外だしね、うん、だから本当に5分の1ぐらいなんだ、いやまあ5分の1っていうのはまあ僕の直感が、まあまあね、距離あるしね、うん、だから全然沿道のお客さんっていうのは少なかったな、うん、もうむしろいないぐらい、俺全然見てなかったんだけど、うん、神奈川とか東京に入ってきてからの沿道ってどう、それも5分の1ぐらいと、まあ、本当もうパラパラパラ、変な話ちゃんとみんなマナーが良かったと、マナーというかやっぱり自粛しましょうという呼びかけにみんな応えてたんじゃないかな、あ、本当、うん、じゃあ割とね、うん、日本人やっぱ真面目だね、うん、なんか名古屋のさ、うん、聖火ランナーのやつ見てさ、めちゃくちゃおばちゃんたちがもうスクラムぐらい見てさ、やっぱ田舎ってダメなんだなとか思って、うん、俺ちょっとまあ東京でも神奈川でも関係ないって関係ない、まあ割とでもまあもともと人混みだから、うん、田舎って人がいないところに集まるのが好きだよ、じゃん、もともと混んでるの嫌いじゃない、うん、ね、横浜、川崎、うん、だから割とその呼びかけに、うん、東京の人の方が集まらないような気もしてるんだけどね、まあ、そんなことないのかなと思って、うん、どうですかその、うん、
から、まあ当然大学の関係者ね、あの応援、うん、沿道にいる人っていうのは、あの大学かの、あのそういう人たちはもう大学の方からあの集まらないでくださいね、家で応援してくださいねっていう呼びかけがあったと思うので、うん、そういう人たちは多分来ないと思うし、ただ、あの歩行者というのは、歩行者なのか、あの感染者なのか、感染というのは応援する方ですよ。そういう人たちなのかっていうのは、うん、分からないわけですよ、うん、外に出るんだとは言えないわけなので、うん、それはあのテレビ局側からもそうだし、うん、あの運営、ね、あの関東学連の方だって、あのそれを強制はできないわけですよ。うん、そういう中なんだけど、あの家で、応援してくださいねというあの趣旨をちゃんと理解してくれてたから、そういう結果になったんじゃないかな。じゃあ割とその、うん、まあ東京マラソンもし、うん、まあ多分そんな北海道だと思うけど、まあ、仮にその東京で本当にマラソン、やっぱり北海道今やばいじゃん、うん、爆発的に増えてるし、東京だったらまあ行ける、うん、だからまあ同じところで、あの同じようにあのいっぱいやってるから集まってきてしまうというところもあるので、あでも箱根と東京マラソン違うか、箱根は、まあ、ね、うん、まあ、箱根はまあものすごい長いので、そうか、東京マラソンは、まあ、まさに23区内という、うん、また訳が違うか、うん、だから変な話、あのスタートとゴールをね、あの行って帰ってくるから、うん、あのそこに集まっちゃうから、もっと長ければいいじゃない奥多摩とか行くそうそうそう、八王子とか行って帰ってくる、帰ってこないでそのまま行っちゃうとか、そしたらだってそうだよ、ね、お客さんもばらけてくる、東京マラソンのコースだから混むんだよね、そうそうそう、東京って広いもんね結構、うん、そう、あの行って帰ってくるから、あそんなそこに集まっちゃう、往路袋があるから、うんうん、そっかそっか、それも考えないうちはできるもんね、マラソンに関してはね、ね、うん、まあ交通規制とか大変かもしれない、あそっかそっか、それで、うん、あの物流とか止まっちゃうとかね、うん、経済的な、うん、ただまあそのコロナの感染とか密集とかっていうのを考えたら、うん、そういう工夫ができる、なるほどね、なんか貴重な意見ありがとうございます。あとこう、うん、海外メディアの人数っていうのがここには入ってないんですよ、うん、こうね、海外メディアの人数って、うん、まあ、プロじゃないですか、うん、どう、例えばそのほんま分かんないですけど、そのスポーツ中継、まあ、例えばどなんでしょう、陸上競技見に行くとするじゃないですか、どんくらいのスタッフの人数っていうか、テレビの局1個でカメラマン、うん、まあ、MC とか、うん、まあ、あと音声さんとか、うん、どんくらいって、うん、実際ね、これカメラの、あのカメラ、外国のメディアといっても、うん、あのじゃあ日本が完全にホストで放送してるかというと、そうでもない。ああ、そっか、別にただ開催地は日本というだけで、うん、そうだよ、あのどちらかというとそのオリンピック の, そ の, この本部のね、フランスの方からスタッフが来てとか、それで撮ってるとかっていうことが、多いので、あ、あの日本でやってるから日本のテレビ局は全部あの撮影をしてますってことではない。ただあの今これ、ね、指摘しているのは、うん、あの そのニュースをどっかで、うん、あのまとめて日本から、放送しますとかっていうことになると、当然そのそれ、ね、仮設スタジオみたいなのを作って売るとかね、その映像を売るとか、うん、ということになると、やはりあの、まあ、そういうのを、まあ、大体ユニ中継とかっていったりするんだけど、あ、まあ、そういう部分は、まあ、当然増えてきてしまう。まあ、先進国だと100人以上来るよね、絶対。まあ、その雑誌もあるし、新聞もあるし、うん、まあ、日本のテレビの規模を考えても、まあ、それぐらい、まあ、それ以上は来てしまう。1万も来るかな、メディアの関係者、うん、まあ、世界、まあ、世界何国国ぐらいから来るか分かんないけど、うんうん、まあ、それぐらいにはなってしまう。なってくるんだ。ちょっとこのメディアの人数というのは、まあ、今新聞はだいぶ減ったけど、それでもやっぱりね、アメリカだったりあるし、あとインターネットメディアもあるし、各社1人ぐらい派遣する可能性はあるだろうし、ね、さっき言ったこのマイノリティスポーツに注目して取材する人もいるだろうしね、それはなんかちょっとその人数、まあでももう俺的には9万人も18万人も一緒だとちょっと思いつつあるんだけど、まあでも医療スタッフがね、準備が人数が多いと外国人、うん、しなきゃいけないんですけどね、うん、
だから、まあ、マスコミに、ね、あの特化すると、必ずそこの局の、まあ、スタッフが日本に来て、取材をしなければいけないということではないという考え方もある。なるほど、うん、それは例えば日本の、放送局がそれを代行して、例えばキャスターだけはそこでしゃべる、うん、当然通訳とかそういう人は必要なんだけど、うん、そうすれば世界の、メディアがそこに集まってきて、うん、そこで、中継をやらなきゃいけないという、リスクはちょっとあるんじゃないか。さあ、そっか。それやり方によって、やり方によって、まあ、そうです、そうです、そっかそっか、回数、まあ、そっか、東京でやるけど、まあそういうことだよね。世界でやるイベントだっていうことだよね。うん、正直今回のオリンピック僕に撮影してくれと言われるオファーはないので、残念なんだけど、うんうん、まあそれはオリンピックね、フランスの方からスタッフが来てやるんだと思う。ああ、そうなんだ、うんうん。なるほどね。まあ結構まあでもね、東京の人は見れるけど。あと種目によってもね、中継やんない、さっき言った339あるけど、339の予選からやるわけじゃないし、ネットで放送するにしても、わかんない、予選落ちでも撮りたい、見たい人がいるわけじゃないですか、例えば、自分の息子が、多分ギリギリ出場のやつは予選落ちだから、テレビに映らないけど、まあ、そういうのを映すって、ネットでも放送できるから。で今ネット側で動画って撮れるし、うん、配信できるから、そうするとマスコミ、メディアの数って昔よりも多いんじゃないかと思って、うん、そういうオールドメディアとか昔からあるメディアはちょっと減りつつあるけど、うん、ネットはもう無数にあるから、うん、だからまあある程度ね、競技によってその例えばプールの、プールじゃなくて代表者が全部取材をすると。ただそれをやると世界各国分 の取材をしなければいけない。ああそっかそっか、まあ、どっかでやっぱ破綻するわけ。そっか、その無理不可能だ、うん、そうだよね、確かに。だからこのね、例えばドイツだと9時間遅れぐらいですか、9時間遅れぐらい。あそっか、時差もあるもんね。そう、あそれ忘れてた。で取材しなければいけない、ね、東京から今日はこういう結果が出ましたみたいなのを中継を東京から中継しますなんてことを。なるほど、そうだ、24時間以上なくなっちゃいけない。そうだ、うん、忘れてたね、時差があるってこと。さすがそれやっぱりね、放送をやってる人だけども、うん、それ世界規模で考えたらね、一日中やってなきゃいけなくなるので、もう寝る時間ないよね、うん、当然まあね、8時間とか、まあ、何時間かなんか、ね、交代しながらやるっていうことはできるのかもしれないけど、うんうん、なるほどね、うん、もう世界からのマスコミを減らそうとしたら、そういうやり方をするしかないかも。あとはもう本当ゲームだけの素材を全部使ってニュースにしてしまう。またでもそれは編集作業とか大変だしね、うん、まあ、全国にね、世界に配信する映像っていうのもね、やり取りも大変になってくるし、あとその放映権の問題もあるもんね。まあそうですよね、全種目多分流せるわけじゃない、ないですよね、うん、その 局によって俺たちの会社が流せる種目と流せない種目とかあるんでしょう。まあそれも、うん、まあ、僕は把握してないけど、うん、やっぱあるよね、多分野球は OK だけど、うん、そうだよね、うん、例えばね、メジャーの試合なんかでもね、どこの局は静止画しかない。そうそうそう、メジャーとかね、本当そうだよね、うん、まあメジャーってね、 NHK、うん、まあ間違いないけどね、うん、BS、うん、まあ、あれは商売でやってるからね、当然そういうことは起こり得るけど、もうオリンピックってどうなんだろうな。野球ってオリンピックあるよね。ある、まあ、今回かもしれない。今回、うん、日本代表とかプロ出る？俺全然プロ、オリンピックの野球って あるよ、昔見てたな、うん、あるでもなんかコロナのせいでなんかあんまり話題にはなってないよね。本当にないよ。てかメンバー誰っていうのも知らなくない？あ、でも知ってるよ、オリンピックメンバー。知らないでしょ。発表はしてたよ。本当、うん、だってね、稲葉監督のことね。あ、そうか、稲葉、うん、あれってワールドクラシックじゃない？あ、その後発表しなかったっけ、次の。あれ、ワールドクラシックとオリンピックって同じメンバー？あー、そっか。なんか野球、ねえ、うん、野球見てる。野球見てる。俺ね、実はあんまり見てないのよ。あんまり見てないよ。いや、プロ野球見てる。あ、見てるね。
そうなんですよ。あのね、どう東京ドームとか一緒に行って、でまあね、僕日ハム好きで、まああんまりね、そのチームのこと一緒と会社のあれもあるんであれですけど、パリーグね、うん、見に行ったことあるんですよ、2人で。パリーグ熱いですよ。あの、うん、乾杯シートっつってね。そう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 。今あんのかな？いや、ないでしょ。乾杯シートって言って、こう東京ドームのこういうね、余談がちょっと友人、うん、あのポール側、うん、ライト側、そう、あの見えづらいとこね、レフト側あれ、ね、両方ともあるんじゃないかな。なんかね、両方ともあってライト、レフトもポールの縦一列だって、一、うん、列は席がなんか安くて、でもジャイアンツの時はダメなんだよね、多分ないと思う、パリーグだからだよね。それ二人であのチケット買うとビールがね、ついてくるっていう乾杯シートっていうのを、あの、行ったこと、それ一番初め、それパリーグ行ったと、それで、なんだこの乾杯シートはっていうので、あれ良かったら、本当客全然いないんだよね。そうそう。だけどね、あれオチがあってね、行ってみたら、あの、そのファールのポールで、あの、球場がよく見えないっていうね。すごいおっしゃってる。ただ、あの、あれだよね、あの、そうか、今見えないけど、でもあれだよね、今、あれがあるもんね。ビデオ判定があるからね、まあ、あのファールかホームランかっていう、あれいいな、てかアナログの時代良かったなとか思うんだよね、ああいうのを見ると思うと、今なんかね、物言いみたいなのがあるわけじゃん。審判はね、俺がルールブックだっていうページだったからね。え、相撲とかは見る？相撲みたいな、ごめん。あれ、相撲ってあんまり見ないでしょ、うんうん、俺割と最近なんか、うん、なんかネットだけど、うん、なんかちょっと若手がいいかなと思って、うん、まあでもなんか組織的にはむちゃくちゃボロボロだけどね、相撲。まあただその選手っていうか、その力士は割といいなと思って、うん、こう若返り多少してるし、うん、まあでも俺でぐらい、俺相撲の話他人に しないもん。お前そんなん見てんの？いや初耳よ。野球は見てない、うん、野球見てない。まあでもネットで見てるだけ、テレビ俺見ないから、うん、今ツイッター、まあ、テレビはネットでテレビ見てるんだけど、うん、TVer もあるし、うん、まあそこまで、え、今野球って、うん、あのなんか今野球ってどんな感じ、無観客だよね。今は、ちょっと前まで無観客だったけど、今週からあの5000人制限で、結構入れてんじゃん、5000人って。結構入れてる。ただほら4万人入る球場に5000人だから、まあ、もうガラガラですよ。あ、俺一回見たんだけど、あれでもさ、外苑とか意外とそうなんですよ、うん、ソーシャルじゃなくて近くない、あの、うん、なんかカメラ映ってて、うん、全然離れてねえじゃんみたいな、うん、そうそう、あれって何なの、何なんだろうね。だって席をね、あのね、モザイク状にしていけばいいはずなのに、結構近くでここでぐしゃっと固まってて、ここはガラガラ、そうだよね、あそこ緩くない、なんか、うん、ただ結局あれ友達同士で行くから、あ、そうか、あ、なっちゃうんじゃないかな、寂しいよね、うん、離れて見るのね、10メートルとかね、ハイタッチもできない、まあ、ハイタッチしちゃいけないのかもしれない、まだね、うん、あ、そうな、なんかこれまあ部活チャンネルなんで、あれですけど、うん、まあ甲子園もあったしさ、うん、なんかまあ東京オリンピック云々かんぬんの種目あるけど、ある種基準野球だと思ってて、やっぱ、うん、やっぱ日本で一番商業的にうまくいってるし人気があって、で実際クラスターが起きてもやってるじゃん。あれができてんだから東京オリンピックやれよみたいな話もあって、その辺にはどう思いますか、そのプロ野球。だからね、あのやっぱりお客さんがちゃんと、ね、ワクチンを打つとか、あの健康管理ちゃんとしてるかっていうのは、これは未知数なの。わかんないもんね。そう、ここがやっぱり、オリンピックの一番の問題点だと思う。でもプロ野球も一緒じゃない？まあ、プロ野球もそうなんだけど。うん、だけど今回やり玉に挙げられてるのは、野球は1種目だしね、そう、これ300何種類やるからね、うん、それ言ってた、うん、誰かが結局なんかその国の人がみんな来ちゃったりするわけだ、そうなんだ、うん、ね、そうすると、あの制御しきれないという問題点はあるのかな。それね、昨日なんか誰かが言ってて、うん、その野球とか1種目、うん、オーストラリアのテニスとかで、うん、あそこで対策ができたって言ってるけど、うん、この何万人と300何種類の種目、うん、あとメディアの数がちょっと違うから、うん、同じスポーツでも例にならないっていうか、
だから単体のその甲子園とか高校サッカーとかラグビーだったら全然できる、うん、その整備もできるし、ちょっと規模がやっぱオリンピックはその運動会だから、うん、っていうのは確かにそれはね、うん、ちょっと同じ野球がいいからっつってっていうのはちょっとあんまり理にかなわないっていうか、ね、例えばね、どうしようもね、見たいっつって地球の裏側から日本まで応援しに来て、うん、でね、スタジアムの前で、熱の、ああワールドカップサッカーみたいなね、うん、外でチケット買えないやつが、うんうん、で熱のね、感知するやつで、うん、あなたは熱がありました、帰ってください、帰りますって地球の裏側から来て、あれさ、うん、ワールドカップサッカーとかラグビーもさ、うん、チケットない人さ、外で、うん、飲んでたりするわけじゃない、そうそうあれ今回オリンピックありうるよね、あるんだ、だってチケットなくても、ね、あでも来ちゃいけないのか外人、だって来れるよね、うん、今、だってインド人とか来てるじゃん、うん、待機して、うん、だからチケットないけど来るやついるよね、いると思う、いるよね絶対、うん、だからもうそれはもう完全にシャットアウトしないと、うん、そういう人っていうのは必ずいると思うんだよね、めちゃめちゃいるよね多分、うん、そうは言うけど見たいっていう人は絶対いると思う、あと東京まだそんな いないしね、うん、増えてはいるけど、うん、なんかイギリスが今爆減りしててワクチンで、うん、それでも日本より多いらしくて、うん、でもイギリスもなんかライブとかでフェスとかやってマスクなしで飲み会とか、うん、日本の方がまだ少ないのに日本はもっとこうしなんかね自粛してて、まあワクチンの問題なんだけど、うん、まあ、来るよね、うん、フーリガンとか、うん、フーリガンとか結局それを止める手段っていうのはもうね、鎖国したらいい、空港でそれぐらいしないとやっぱそれは防げないし、うん、そこまでできない、そうだよね、うん、まあね、どうなるか分からないですけど、うん、ちょっと結構1時間ぐらい、これ40分ぐらい喋っちゃったんでどうでした、すいません、なんか適当で、いやいや、ちょっと酒でもあればね、もうちょっとね、そうね、もうちょっと滑らかな話もできそうですよねちょっとね、僕も見切り発信のタイプなんで、いつも友達には迷惑かけてるんでありがとうございますまた来てもらえて、ま、なんかまあ僕これ見てる人は多分僕の知り合いあんまりいないんで、まあ今780人チャンネル登録してる人いるんですけど、もしね、なんか村田さんにね、まあ、マスコミ側の人なんで、スポーツとかも結構撮ったりしてる人なんで、また何かあればね、オリンピックまだ2ヶ月後でしたっけ、もうあればね、そうだよね、2ヶ月後もそうだね、6月、そうですよね、7月かまた時間があれば、うん、お付き合いしていただければ、はい、今日はありがとうございました、はい、こちらこそ、はい、それでは終わります、バイバーイ。